小学校組からってのはスーパーナイトって言われて、一回中学でガッて締め付けられて、高校でまたドンと10年。通算 C とか終わるの12月でした。Hello there! 始まりました、モチエチャンネルです。今回はですね、指導先生にお越しいただきまして。はい、よろしくお願いします。メンタルドクターの指導です。そしてですね、メンタルドクター指導先生、受験の話とかしたことあるんですか？受験の話、あんまりしてないですね。少なくとも自分のチャンネルではまだしてないですね。うちのチャンネルにも出てくれたですね、あのお笑い芸人のちょめちょめクラブの、はい、大島さんと同じ学校であるというね、はい。そうなんですよね。大島さんが実は後輩だったっていうことが、この間お会いして初めて知って。で、実はですね、筑波大附属。そうですね、出身校行ってなかったんですけど、実は。あ、そうなんですね。はいはい、公開するのは初ですね。あららら、じゃあそうなんです。で、筑波大附属といえば、はい、共学の日本一、うん、一応共学の中で、ね、偏差値がトップ。そうですね、日本で一番の大学引っ張られてるまで付属の方に日本で一番の、まあ、小学校からある。そうですね、僕の場合は小学校から行ってるんで、あんま偉そうなことは言えないんですけど、小中高とあるんで、まあ、はい、そして教育も方針とかもうだいぶ変わってるということで、はい、かなり変わってます。教学ナンバーワンのそこの話ですね、はい、渋幕なんかには負けないぞっていうね、はい、渋幕をぶっ壊す。違う、ぶっ壊しちゃダメ。ぶっ壊しちゃダメ。うちの後藤先生怒っちゃうから。後藤先生怒られちゃう。小学校受験。そうですね、小学校受験で入りました。何するんですか、小学校受験って。僕は覚えてるのは、うん、切り絵とか、はいはい、まあ、お箸で豆を掴んで。いや、今ジョークで言おうと思ったら本当だったんだ。本当に、ありますよ。で、隣の入れ物に、はい、まあ、渡すとか。うわ、体育館にいろんなおもちゃが置いてあって、はい、で、子供が多分3、40人、うん、はい、遊べって放たれるんですよ。はいはいはい。で、それ積み木で遊ぶ子がいたりとか、うん、おままごとしたりとか、うん、あとは滑り台で遊ぶ子がいたりとかするんですけど、うん、それを3人ぐらいの試験官がこうやって見てるんですよ。で、何を評価してるのかで、まあ、当時なんて全然わかんないじゃない。ただただ周りとのこう秩序とかコミュニケーションとか、勝手なことしてないかとか、そういうのを見てるんでしょうけど、もう採点基準とか一切謎ですね。そうですよね。教育方針がやっぱ変わってるって。はい、結構言うんですけど。そうですね、僕の場合は小学校からなんですけど、はい、もう小学校から結構変わっていて、はいはい、まず基本的に学校に着いたらその場で体操服に着替えるんですよ。ほう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 。で、半袖半ズボン、うんうん、で、あとは帽子をかぶって、うんうんうん、で、朝一番最初にやることが校庭に出てドッジボールなんですよ、ね。自分はこれ当たり前だと思ってたんで全然気づかなかったんですけど、みんな朝ドッジボールやってないんですね。やってないですね。ドッジボールってずっと年中？ドッジボールは一年中です。雨の日、もし雨の日はやらない。雨の日はその教室でできることをやりますけど、ドッジボール、夏でも冬でも教室でやらないですよ。でも夏でも冬でも、まあ、すごい寒い時でも半袖短パンが基本ですね。あとは面白かったのが、結構その授業の進め方っていうのがもう先生に委ねられてるんですよ。はいはい、これ聞きますね。やっぱつくふはそこがすごいっていう、はい、まあ、だから先生がそれぞれ今日は何の授業をするっていうのを決めてくるので、うん、教科書を全く使わない先生とかいるんですよ。へえ。使う先生って本当に一部で、本当に教科書を1年間で開いたことないっていう科目とかもあるんですよ、ね。ああ、すごい。うん、じゃあ指導要領違反でもう一回小学校からやり直す。まあ、でも国立なので多分いろいろ実験的な部分もあると思うんですよね。実験校ですからね。だって先生によってはそれこそもののけ姫の噛んじゃいます、うん、大事なとこ噛んじゃいます。もののけ姫もののけ姫の映画を見させて、はい、でそこから感じられることを例えば国語の題材にしたりとか、あ、まあ、あとはセリフのアフレコとかをやらせるんですよ。もののけ姫のシーンで、はいはいはい、それって今思うと楽しかったけど何だったんだろうとかって、結局答えが見えてない授業とかあるんですよね。アシタカとモロのシーンとか、アシタカ、そのお前に3を作れるかとか、そういう話がそのセリフとかを
生徒同士でオフレコやったりするんですよ。オフレコ、アフレコ、アフレコだ。オフレコの話で。秘密ないじゃない。僕は小学校の時算数の先生だったんですけど、算数ですね。まあ本当になんか自由で、うん、まあ、教科書ほぼ使ったことなくて、結構授業もパズルを解くみたいな 1,2,3,4,5,6,7,8,9 っていう数字をこうバンって出して、うん、これを全部使って10を作ってくださいとか、足したり引いたり引いたりかけたりとか、それでこう何通りあるでしょうかっていう問題だったりとか、マッチ棒を動かしてこの形できますかっていうのを普通に学校の授業でやったりするんです。へー、なんか覚えてますか、マッチ棒を4本使って田んぼの田を作れるか、はいはいはい、知ってます？田んぼの田、1,2,3,4,5,6 本必要ですよね。マッチ棒 の、はい、あのお尻の部分をこうやって4つ重ねて。中学校になったらどうしたっけ。でその内部受験っていう形で、うん、だいたい小学校の4分の3ぐらいの人が試験で合格して中学校に上がるんですけど、うんうんうん、中学校はなぜか分かんないですけど自由だった小学校に比べて、うん、めちゃくちゃ厳しかったんですよ。そうなの。ボタンを開けて歩いてたら注意されたりとか、はい、まあ、あとその学校帰りに買い食い、はいはい、まあ、基本的にはダメだと思いますけど、はいはい、それもすっごい厳しくて、はいはいはい、1回でも見つかったらもう反省文とか、まあ、そういう、こう校則がかなり厳しい学校でしたね、中学時代は。小学校時代、まあ、自由だった人たちが、うん、まあ、大半だったんですけど、はい、中学になってこう締め付けられて悶々としてる人たちが多かったかな。悶々としてるんだね、はい、まあ、でも別にもともとみんなそんな素行が悪いわけじゃないんで、はい、そうですね、そこからグレちゃうって人は、まあ、本当に少なかったですけど、先生が見てないところでここ上のボタン取っちゃおうかなとか、あと先生が見てない時にガム噛んじゃおうかなみたいなそういうレベルのその可愛い反抗みたいなのがありましたね。担任は何の教科の、僕の場合1年の時が数学で 2,3 年は音楽の先生でした。音楽の先生、またじゃあ変わる、はい、そうですね、子供たちが何かをこう実際にやる、自分たちでやるっていう授業が多かったなと思います。ああ、なるほど、なるほど。音楽の時間でも例えばこれをやりましょうっていうよりは自分が得意な楽器をみんなの前で披露してくださいみたいな、だからそれを自分で選んで、その自分の場合はそのバイオリンやったんですけど、はいはい、先生自体が授業中に急に歌い出すみたいなことがありました。だから元々声楽科の先生だったんでなるほど、歌うまくて。女性ですか？男性。男性で、へえ、はい。突然歌い出したりとかっていう、まあ、ユニークな先生ではありました。だから精神科目指したんですね。あ、この人直さなきゃ。いや、違います。全然関係なかった。最低な程度でしょ。それ見て直さなきゃみたいな、逆に。朝来たらみんなドッジボールじゃもうないんですもんね。もう中学校になったらドッジボールなくなりました。残念ながら。朝はもう中学校の時は普通に8時半とかまでに学校に来なきゃ、その入り口で、そういうことは1分でも遅れたら遅刻を取られるみたいな厳しい学校でしたね。じゃあ高校に入ったらどうなの？で高校に入るのはまた中学からその4分の3ぐらい、あ、その進学する、外部からも入ってくる、外部からその中学でも入ってきますし高校でも入ってきますし、うん、まあ、なのでその高校の偏差値はやっぱり高いので、はい、外から入ってくる人はめちゃくちゃ頭いいです。なるほど、はいはいはい。で内部の人たち、特に小学校組からっていうのはスーパー内部って言われていて、スーパー内部、はい、でスーパー内部はやっぱりその高校組と比べると、うん、まあ、ちゃんと受験もしてないですし、はいはいはい、まあ、やっぱりその自由な感じで育ってきてるので、まあ、高校組と比べると、まあ、ちょっとその受験偏差値は劣るっていう。なるほど、上がる時には。あ、内部で試験があって、内部試験、まあ、通信簿の点数とあと一応中での試験をやって4分の3ぐらいが進学するって感じですね。どうでした高校生活は。で高校はこれまた打って変わって、あららら、やはり予想してた、自由になる、なるほど、どういうシステムなんだって思うんですけど、中学で自由すぎちゃいけないから一回締め付けとかやる、ね、そう、一回中学でガッて締め付けられて高校でまたドンと自由になるんですよ。だからもう服装も自由ですし、はいはい、まあ、制服ないですし、うん、あと髪型とか、まあ、あとはその髪の色とかも全然自由で、
中学校の時あんなにそうあんなにこう締め付けボタンまでで 髪もちょっとでも茶色いと黒く染めてこいって言われてたのが高校に入ると一気に自由になってだから結構同じクラスでもう10人ぐらい、まあ、男ですけど、はい、もう入学した時点で金髪にしてるとか、はい、そういうパターンも結構ありました、ね、反動で教科は今度は何の教科の先生になったんですか3年間あの漢文の先生でした、ね、漢文はい、はい今中国の中国の縁もゆかりもないこう受験で使わない授業をやると先生が嫌われるんでなるほど意外とその受験に関係する授業がやっぱ増えてはいったんですけれどピアスはダメだ授業に教えに反するとかはうんまあ多分お教えに反するんでしょうけどそれは注意はされなかったですねそれは注意はされなかったですねこうちゃんと年上を敬えとかそういうのもめちゃめちゃパワハラじゃないですかめちゃめちゃなかったですかそういうのも全然なくそういうのはなかったですけどでもなんか結構緩い先生だったので、うん、朝ドッジボールですか朝ドッジボールは高校になって復活してない復活したのかなと、まあ、基本的には本当に怒られなかったですし、うん、明日できることは明日やればいいんじゃないみたいな感じで、厳しさも感じなかったですけど慕われてたのでなんかその先生がまあ厳しくは言わなくてもなんか変に飛行に走る人とかいなかったですね。なるほど。文系コースとか理系コースとかコースはあるんですか？文系理系が決まるのが高3なんですよ。遅いんですね。めっちゃ遅くて、でそれこそまあ国立なので、はい、今度は逆に教科書を使うってなっても指導要領に沿ってやってるんですよ。はい、だから通算 C とか終わるの12月でしたからね。遅っ。高3の12月で終わる。高2の夏期講習かなんかで塾行ったらやってることが意味不明というか結構やっぱ中高一貫校が対象だったりすることが多いので、はい、中高一貫コースとか中高一貫用のクラスってありますね、はい、多分それ間違えて取っちゃって、はい、全く知らない内容を授業で始まるわけですよ、はい、確かに普通とそうです予備校とかの中高一貫コースっていうのは先取りなんですよね、はいはい、早くやってるやつなんですけどそれはそっか、つくふには当てはまらないわけですね。 そんな小学校の時は指導要領無視だったのに。そう、小学校の時は適当にやってて高校になるとしっかりやるんかいみたいな授業、むしろ受験にもっと寄せてくれって思いながら受験は。じゃあ結構予備校行く人多いってことですか？やっぱ予備校行く人がまあほとんどじゃないですか、ね、ほとんど。合格実績もありますね。まあ浪人する人がすごく多いですけどね。あ、なるほど。浪人は多いですね。そこは残念ながら。残念ながら。やっぱりスーパー内部の人とかね、その高校の人たちにこうモチベーション感化されて、よっしゃ、俺も上を目指そうって言うんですけど、まあ、大抵浪人しますから。高校受験から入ってくる人たちは結構現役でバンバン。そうですね、やっぱり高校受験で入ってくる人って、もともと入るのがめちゃくちゃ大変ですから、真面目なで勉強できる人が多いので、そこからやっぱりその現役で東大行ったりとか医学部行く人っていうのは高校から来る人たちが多いですね。なるほど。そう、まあ小学校から行ってる身としてはすごく良かったなって思います、うん、最初に言ったようにね、その偏差値は高いけど共学っていうのは結構大きなアドバンテージだなと思っていて、うん、どうしてももちろん偏差値の高い学校って男子校とか女子校のことが多いじゃないですか、ね、でもちろん勉強もすごく大事ですけれど、はい、やっぱ10代のこう結構盛んな時期ってやっぱコミュニケーションを学ぶ機会でもあると思うので、男性女性同じ空間にいるとかっていうの結構大事かなと。人格形成であったりとか、まあその後の人付き合いのことを考えると、やっぱそこで共学という環境にいて育ったっていうのが結構その後の生活にも影響してるかなっていう部分はあるので。なるほど。個人的には、まあ、そういう点でいい学校だなと思いますね。いや、これは参考になったんじゃないでしょうか。ということで今回はですね、筑波大附属について指導先生に聞きました。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。 Be sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.